パドロンは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカドサールに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は8,924人。住民故障は、パドロンズ、エッサ、あるいは、男女同系のイリエンセ。ガリシア語ア社の自治体人口に占める割合は97.44%。パドロンは、アコルーニャ県の南部に位置し、 コマルカ・ドサールに属する。北から、西は、ロイスと、東は、テオとアイ・ストラーダと、南は、ポンテセスーレスと、西は、ドドロの、各自治体と隣接。自治体中心地区は、パドロン教区のパドロン地区。パドロンは、パドロン司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。自治体市長は、ガリシア国民党のアントーニオ・フェルナンデス・アンゲーラ。自治体評議員は、 ガリシア国民党。五、ガリシア社会党。三、ガリシア主義党。二、シーパー。一、ガリシア民族主義ブロック。一、指導が。一となっている。パドロンは5の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。